こんにちは。おまけ動画最後というわけで、今回はこのマジックマスターを、まあ、全部は無理なんですけども、ざっと見ていこうかと思います。楽しみですね。そういや、ここに名前書いたんだよね。これ嬉しいよな。自分の本って感じで。さて、どこから読みましょうか。魔法指南。魔法とは己の心を打つ鏡である。正しい知識と正しい心こそ、真の魔法使いが携えるべきものだ。この辺、見たんだっけ？多分見たから、一応読もうかな。魔法使いとは、この本を開き、契約し、魔法使いを志す者よ。ここではまず魔法とは何か、魔法使いとは何かについて学ぼう。魔法を使うには魔力がなくてはならない。この本の表紙についている石に自らの姿を写してみてほしい。もし逆さまに写っていれば、そのものに魔法使いとしての才能があるということだ。この本と契約できた、何時にはきっとその力があるはずだ。魔法使いにできることは大きく分けて二つある。ルーンを描き魔力に形を与える魔法と、ある物質と物質を合わせ、全く別の物質にする合成だ。魔法についてはこの章で、合成については第2章で学ぶことになる。この2つの他にイマージェンの技を極めた者だけが、賢者と呼ばれる思考の存在になることができる。イマージェンには普通の魔法とは別の才能が必要で、ルーンを描くことすらなくイマージェンを呼び出す者もいる。透き通った心を保ち、飽くなき研究と修行に打ち込むのだ。いつの日か賢者と呼ばれる日を目指して。これ読んでないな、でも。魔法と合成とイマージェンの技。その全てができて賢者になれるわけなんだね。伝説の賢者。イマージェンの技までも自在に使いこなす賢者。現在の世界にも、四賢者と呼ばれる指導者がいるのはよく知られているだろう。だが彼らを上回る、魔導王と呼ばれた伝説の賢者がいたことは、今では古い書物にしか残されていない。で、これは見ましたね。ホレビン。この辺見てない。喜び、悲しみ、悩み。人の心は様々な欠片が詰まってできている。そして心は、時に一つの感情が多すぎたり、少なすぎたりしてバランスを失ってしまう。トレビンとは心の欠片を貯めておくことができる特別な瓶だ。またこの瓶には強い心の持ち主を探知する力もあり、近づくと光って教えてくれる。十分に修行した魔法使いなら、ルーンを描いて心の欠片を呼び出したり、取り出したり、与えたりすることができる。ただし心を扱うからには細心の注意を払うことが大切だ。自分だけの正義にこだわってはいけない。あえて形になっての不思議な感じがするね。心のかけら。魔法で取り出すことのできる心のかけらは、勇気、優しさ、夢、信じる、我慢、やる気、愛、自信と8種類ある。一見素晴らしいものばかりに見えるが、多すぎても大変なことになる。例えば自信がありすぎると、過信になってしまうというように。逆に心の一部をなくした人は、抜け殻人と呼ばれる存在になる。非常に珍しいのだが、抜け殻人になった状態で悪の心を増幅されると、ナイトメアが生まれる。ナイトメアに取り憑かれた場合、回復は非常に困難である。心の欠片は無尽蔵に取っておけるわけではないということにも注意が必要だ。魔法で取り出した心の欠片は、一種類につき一つしかトレビンで保存することはできないことを覚えておこう。使ってしまえばその欠片はなくなり、同じ欠片を手に入れるには、新たに魔法で取り出さなくてはならないのだ。元気の有り余った人から心の欠片を分けてもらう。抜け殻人になった人に心の欠片を与える。心を取り戻し本来の自分に立ち戻る。面白いね、これもね。このシステムも。魔法をかける。なんかこの絵好きなんだよね、こういう感じの。ファンタジーっぽい感じ。ここまで読んできて魔法使いの心構えについては理解しただろうか。
それではそろそろ実際にルーンを描いてみよう。ただしルーンを描く際にはいくつか重要な決まりがある。失敗した時には恐ろしいことが起こるかもしれない。よくよく注意して魔法のかけ方を学ぶように。新入魔法使いの覚書が3。伝説の杖。かつて魔導王と呼ばれた偉大な魔法使いが持っていたと伝えられている伝説の杖、グラディオン。天候を操り、雲を払うことすら思いのままだったというが、杖にはまっていたという3つの魔石は失われ、現在は杖自体も行方がわからなくなっている。手順が書いてあるよ。この人誰なんだろう。ちゃんと決まってんだ。魔法に必要なのは呪文ではなくルーン。魔法術を描くことだ。ルーンはストラム語以前の文字だったが、力を持ちすぎたため魔法使いにしか使えないようになったという。必ず杖を手に必ず杖を手に2画で描く。そっか、1画目と2画目の順番を間違ったり、書き始め位置が逆からだと発動しない。難しいな。黒い線を1画目、赤い線を2画目、描き始めはペンの印で示している。すごい。オリバよく覚えたよな、これ。一度描くと以後は楽に描けるようになるが、忘れてしまうこともある。また攻撃に関する魔法はまず平常時に描いておくことをお勧めする。形だけ知っていても誰かに資格を与えられなければ描けないルーンもある。また高度な呪文は強い杖でしか扱われない。まず心を静かに邪念を払い、発動したいものを強く思い浮かべる。杖を天に向けて構え、その先に力を集中しながらルーンを虚空に描く。発動したら決して杖から手を離してはならない。行き場を失ったルーンは永遠にさまようことになる。一画目が黒か。ここから魔法の種類がガーッと書いてあるんですけど、これ全部読むのあれだから、オリバーが唱えられなかった魔法の部分を読みましょうか。これも多分でも読むと面白いんだろうけどな。ちょっと小話が書いてあるしね。浮遊してる。あったあったあった。分身とかだ。これこれ。もう一人の自分を作り出す魔法。もし自分がもう一人いたら、そう考えたことはないだろうか。この魔法はそんな夢を叶えてくれる。ただし分身を操るため精神力の消耗が激しいので、あまり長時間は維持できないことを覚えておこう。これもだ。透明も使えなかった。そうだそうだ。自分の身を透明にする魔法。これ読んだ気もするな。体を透明にし、他人の目から姿を隠すことができる。さらに己の気配を消し、匂いを紛らわせ、その思念を無にすれば、もはやどんな相手からも見つかることはない。それができて初めて上位の魔法使いと言えるのだろう。恐ろしい魔法だなぁ。なんか絵が可愛いんだよねこれ。声色。様々な声色が出せる魔法。男、女、老人、赤ん坊、さらには実在する相手だったりと、術差はありとあらゆる声色を出せるようになる。とても便利なようだが、使い方によっては相手を知らぬうちに傷つけてしまうこともあるので注意が必要だ。まあ魔法って基本的にそんな感じするよね。使い方を間違ったら大変なことになってしまいそう。アイテムマージ。特殊なアイテムを生成する魔法。一人前の魔法使いならば必要なものは合成で作り出せるはず。だが合成鍋も万能ではない。特殊な道具を欲するならこの魔法を試してみよう。日頃力を磨いていれば生成不可能なものはないに等しい。すごっ。オリバーがさ、チーズ作ったのもまあこれに近い感じの魔法なんですかね。あと魔法封じ。いや、これも使えてないかも。相手の魔法を封印する魔法。相手のどのような魔法も封じることができるが、上位の魔力を持った魔法使いでないと術の強さに耐えきれない。戦いの中で相手も魔法封じを使い対抗してきた場合は、より透き通った心と正しい知識を持つ者に祝福があると言われている。やっぱ魔法って精神力みたいなものがすごく大事な感じがするよね。
いや、調理魔法か。チーズ作ったんは。そうだ。かわいいこれ。救いのパン。パンを作り出す魔法。空腹は旅人にとって大敵である。体力ばかりか気力までも奪われ、その判断力が鈍れば死の危険さえ迫ってくる。そうした状況で、緊急避難的にパンを作り出すのがこの魔法だ。あくまで緊急用なので、不必要に使用しないように。マインドスケープ。この辺も読んだ気もするなぁ。心を閉ざした人の内面の声を聞く魔法。気持ちを伝えることを拒否した者から情報を得たい場合、この魔法が役に立つ。心を無理やりにこじ開けようとせず、相手に寄り添い気持ちを通わせれば、内面の声が聞こえてくる。相手によっては邪念が渦巻いていることもあるので、くれぐれも絡め取られぬよう。はぁ。なんかこういう魔法もストーリーで使うのかなって思ったけど、使わなかったね。ヘビーウェイト。レンの声とか、そういうの使わなかった気がする。変身。自らの姿を変え何かに化ける魔法。この魔法で特定の相手に化ければ、そのものとして振る舞えるし、獣に姿を変えれば、怪力や瞬足や飛行などの能力を利用することができる。変身の種類を増やすには、普段から多くの生き物の生態に通じておくと良いだろう。ミニマム。ちっちゃ。自らの体を小さくする魔法。普段は気づかないが、生き物は体の大きさによって行動範囲が限られてしまう。この魔法を使うと手のひらに乗るほど体が小さくなり、ネズミの巣穴などにも難なく入ることが可能になる。元に戻るには再度ルーンを描けばよい。これもなんか、こういうイベントあってよかったと思いますけどね。ちっちゃくなって、冒険するみたいな。二の国だし、なんか、そういうのもあっても楽しかった気がする。猫変化。猫の姿になる魔法。猫の姿となり、猫たちと会話できるようになる。もちろんトーカーでも会話は可能だが、同じ姿をしていれば、より腹を割って話してくれるだろう。全く別の動物世界で生きてみるのも貴重な経験である。魚変化。魚の姿になる魔法。魚の姿となり、魚たちと会話できるようになる。トーカーで聞いても意味不明だった部分も、水に入って魚たちと泳ぐことで理解が深まるだろう。また陸上で生活する動物たち以上に、海を移動する魚たちはある意味、世界の事情通と言える。かわいいこの絵。ウォーブ・テンペスト。おー、召喚、いいぜな。これも見とく？黒いやつも見てっか。究極の暗黒魔法。その時代最強の魔法使いのみ、描くことができると言われている。究極の暗黒魔法。闇の力を使い、まるで最悪の世だと恐れられるほどの攻撃力を持つ。過去に多くの王や魔法使いが、この魔法を手に入れようとして命を落としたという。恐ろしいなぁ、これ。でもこの魔法ほんと強かった。バルゼノン。伝説のみにその名を残す古の魔法。特別な杖を手にした者だけが使えるという古の魔法。この魔法を使いこなすことができたのはたった一人だけだというが、その偉大なる魔法使いの名は伝えられていない。ほー、一人だけなんだこれ。オリバーが二人目ってこと？うわー、すごい。あ、復活の灰。バツ印ついてる。死者を蘇らせる禁断の魔法。死者を蘇らせる禁断の魔法か。禁断の魔法、たとえ正しい条件のもと、正確に描くことができても、発動するかどうか定かではない。成功すれば死者を蘇らせることができるが、術者は必ずや大きな代償を払うことになる。何時が何を失うことになるのか、それは誰にもわからない。
すごい。で、グラディオン。で、終わりか。面白いなぁ。お、で、また、新入り魔法使いへの覚書き4。つば九郎紹介。おじいさん。ここはつば九郎店主が経営するクエストを扱う一風変わった店だ。クエストとは困っている人からの頼み事のことで、解決すると様々なお礼がもらえることもある。この店でなくても、頼まれるクエストの数が多いが、討伐クエストと呼ばれる。歴戦の強者でないと解決な困難なクエストは、つば九郎総会でしか受け入れることができない。つばめを模した店が、まあ絵が目印で、大抵の町にあるので、見かけたら寄ってみよう。困っている人を助けることで、魔法使いとしてもより大きな成長を遂げられるはずだ。本当に。クエストのおかげでレベルガンガン上がったからな。スタンプカード。つば九郎総会には馴染み客にそっと渡す不思議なスタンプカードがあると言われている。これすごい楽しかったですよね。英雄スタンプカードと呼ばれるもので、クエストを解決するごとにスタンプをしてもらえるのだが、驚くべきことにいっぱいになったカードの枚数によって、秘められた英雄的才能が開花することがあるという。この不思議なカードがどのような発祥であるかは定かではない。一説には、国の英雄を養成するため、一級王子と古の魔法王国の国王により、つば九郎天使の祖先に与えられた魔法のカードが始まりと言われている。ほぉー。面白いなぁ、おい。で、合成指南第2章です。掛け合わせ、混ぜ合わせ、創造せよ。合成とは選ばれし者のみに許された至高の技であることを夢忘れぬように。楽しい絵が、合成術とは、魔法使いが使える技の一つである。単に物を混ぜ合わせるだけでなく、知識に基づいて材料を揃え、的確に魔力を加減することで初めて可能になる。合成術を極めれば、道具や食べ物だけでなく、武器や防具、この世に存在しないものまで作り出せるようになる。世界にレシピは無限にある。自分だけの独自のレシピを開発し、忘れぬように記しておこう。鍋魔人も見たな、これ。いでよ鍋魔人。懐かしいな。そうだそうだ。合成する。合成鍋を手に入れたら、早速合成してみよう。いずれは独自のレシピの開発を目指したいが、はじめはまずレシピ通りに材料を揃えることから。材料に特定の地域でしか取れないものがあるなど、難しさはレシピによって違う。またレシピを少しアレンジすることで、全く別の仕上がりにしてしまう。熟練者もおり、そのことからも奥深い合成の世界が垣間見える。下の絵は150年前に雨乞いの薬を調合した時の様子を描いたものだ。13日と13番。13人の魔法使いが交代で番をしたと言われている。本当かどうかはっきりしないが、究極の合成鍋を使えば、城や迷宮など、巨大な建造物すら合成できるという。いやー、すごーい。ここにすごいなんかレシピががっつり載ってるじゃないですか。載ってるじゃないですか。なんかプリンとか。バーニーケーキかわいいじゃん、これ。ねえ、絵がいいね。マッシュパフェはやっぱ気持ち悪いな。フランパフェもなんかえぐいぞ、見た目。大丈夫かな。ゲーム美味しそうだし、オリジナル合成レシピ書き込める欄がある。すごい。で、装備指南もまあ呼ばなくていいかな。何時に知識を授けよう。身を守り、あるいは敵を撃つとき、この章を紐解くべし。お、アイテムリンク。イマージェンの装備。イマージェンたちは武器や防具、アクセサリーを直接装備するわけではない。彼らは装備品、ここではアイテムと呼ぶ。お、パクリと飲み込むことで、
その力を吸収し能力を高めるのだ。このことをアイテムの本質とのつながり、すなわちリンクと呼ぶ。リンクが普通にアイテムを装備して使うのと違うのは、透き通った丸い玉でくるんでから飲み込むことだ。そしてリンクを外したくなったら、その玉ごとアイテムをプッと吐き出す。そんな装備だったんだ。へえ、面白い。リンクの種類と好み。リンクできるアイテムの種類は大きく分けて3つ。武器、防具、アクセサリーだが、それぞれくるみ込む玉の色が違う。武器は赤、防具は青、アクセサリーは緑だ。イマージェンの好みや強さによってリンクを従うものの種類も数も違う。時には防具をは飲み込みたがらないなど、偏った好みのイマージェンもいるという。だが心配はいらない。リンクできる武器、防具、アクセサリーの種類はそのイマージェンの個性であり、リンクするアイテム次第で自由に能力を高めることができるのだ。飲み込むルッチかわいいなぁ。で、こっからが説明になるわけですね。すごい、全部載ってんのかな。これ読めば本当にもう全部わかるようになってるのかも。で、出た出た出た、これ気になってたんだね。いろいろな乗り物。その1来たよ。世界には様々な乗り物がある。修行の旅を有益なものにするため、乗り物のことを紹介しておく。うまく使いこなせなければいけない場所もある。きっちり覚えておこう。クラフター来た。これすごい話題に出てたけど、実際にさ、なんか見れなかった。ほうきってこういう感じでついてるんだ。面白い。これも乗りたかったよね。これも乗りたかった。マジで二の国ボリューム本当に倍あってもいいと思います。マジで。魔法使いは空を飛ぶもの。かつて魔法使いは宝器を唯一の乗り物としていた。だが時代は移り、現代ではクラフターと呼ばれる魔力と機械の力を融合させた乗り物が主流となっている。クラフターを動かすときに少し魔法を使うだけで、魔法使いでなくても動かせるくらい少ない魔力で空を飛ぶことができる。さらに先端の部分から弾を飛ばすことで、砲機に乗っている時には攻撃ができないという弱点を補っている。クラフターはスポーツとしても盛んで、レースもしばしば行われている。面白い。これ見たかったね。これが飛び交ってる魔女の街みたいな、そういうのも見たかった。そして、カラス紹介ができましたね。めっちゃカラスだな。カラスの姿をした一風変わった天使が迎えてくれるカラス紹介は、武器や防具を扱う店だ。店自体もカラスが羽を広げた形になっている。いろいろな街にその支店があるが、品揃えは場所によって個性的で、その街でしか手に入らない品物もたくさんある。険しい道や恐ろしい魔物と戦いながら旅を進める修行中の魔法使いにとって欠かせない店である。ちなみに天使が本物のカラスなのか、カラスの面をかぶっているのかは謎に包まれている。絶対お面でしょ。カラスだったら怖いわ。世にも珍しい武器防具、あれれ、これはカラス装甲で扱う武器防具の他にも、この世にはたくさんの装備品がある。その中には世界にただ一つしかないものすらある。例えばピッキングガン、これ1個しかないんだという珍しい銃はとても便利で、遠くの宝箱の鍵を開けた後、箱の中に手のようなものを伸ばして中身を取ることができるのだ。すごいよなこれ。また奏でることで攻撃できるハープもあるという。いずれにしても珍しい武器防具を手にした時は恐れずに使ってみるのが良いだろう。ほー。で、第4章、道具食べ物辞典。常に備えよ、蓄えよ。ふさわしい時に用いれば自らと仲間を救うだろう。その通り。で、ここでアイテム図鑑か。入手方法までちゃんと書いてあるね。全部読みたいな。ちょっと暇な時一人で読んでるわ。やばい、イラストが可愛い。イラスト可愛い。アイス食ってるセバだ。系統による効果の違いね。
ジュエルドロップ、あ、ジュエルの種類とかもここに書いてくれてる感じ。ドロップ系も、あ、でこれあれか、いろいろな乗り物。その2、船。大海原を悠々と進む船は別の大陸へ渡るためには絶対に必要だ。自分の船を持てれば好きな時に移動ができる。左右に輪のついた船は小回りが効いて狭い港にも難なく入ることができる。この船もさ、ちょっと形がやっぱ珍しいよね。この水車みたいついてるやつで、フライングボード。ピッキーニで主に使われるフライングボードは、広げた羽を上下させることによって水面をまるで飛び魚のように跳ねながら進む船だ。酔いそう。熟練の漁師が2艘で並行して走りながら魚を取る光景は迫力満点。見たかった、これも動いてるとこ想像つくもんな。で、イベリコーグ0号。おー、0号だ。ボーグ帝国で近年開発されたという噂の戦車という乗り物、これを持ち出された唯一の絵の写しである。一緒に描かれているのは開発者のイベリコ兄弟。戦車は地面だけでなく壁も這い上がり、横向きに一列の攻撃が得意だという。イベリコ兄弟か、いいねー、このショット素晴らしい。して副道紹介。心優しい福道族の天使が迎えてくれる福道総会は、道具や食べ物を扱う店だ。回復や蘇生、また合成に使う道具を手に入れることができる。この店もまた様々な町に支店を構えている。道具や食べ物は系統によって使い道が違うので、知識があれば旅を有利に進められる。例えば慌ただしい戦いの最中はパンやコーヒーしか使うことができないので、常に切らさないよう気をつけよう。慌ただしい戦いの最中にパンとコーヒーで結構優雅な気がしちゃうけどなで、宝箱の種類。あ、町の中や洞窟にはたくさんの宝箱がある。中にはちょっと変わった色のものがあることに気づいているだろうか。普通の宝箱は赤いが、青い宝箱を開けるには通る魔法が必要だし、緑色の宝箱はピッキングガンでしか開けることができない。あと目に見えない宝箱もあるという。一見して見つからない場所に隠れていることも多いのに、どこにあるか情報を得たらその場所をよく調べてみよう。ふんふん。で、第5層、イマージェント魔物。旅する者よ、世界は危険に満ちている。だが同時に何時は知るだろう。素晴らしき仲間にもまた出会えることを。いいこと言うな。イマージェント魔物、イマージェント魔物、どちらも旅を続ける中で数多く出会うものである。大きくまとめると、イマージェンは命ある生き物の心から生まれた幻獣、そして魔物は二の国に生息する恐ろしい生き物の総称である。この章では一見似ているように見える二つのチップ、そしてそれぞれとの付き合い方について教えよう。イマージェンとは、イマージェンは命ある生き物の心から生まれた幻獣である。人の心から生まれたものが多いため、一般にイマージェンというときは人の心が乱したものを指すことがある。さらに動物、植物、星や太陽の光など自然そのもの、また道具などに心が宿ったとき、それがイマージェン化する場合もある。このときのイマージェンを野良イマージェンと呼ぶ。さらに魔物がその魂の形態を変えてイマージェン化することがある。イマージェンと仲間になるには何より名前を付けることである。名前を与えることで心の絆が結ばれる。そうなればイマージェンは進んで育成箱に飛び込んでくることだろう。名前を付けるのが大事なんだって。お、歌うたい。歌を歌って魔物を仲間にするのが歌うたいだ。精霊のハープを手に入れ、仲間の歌が歌えるようになったら、歌を聴く気になった魔物に働きかけよう。心を通わせることでイマージェン化して仲間にできる。しかし時には懐きにくく歌をなかなか聴いてくれない魔物も存在するという。魔物には強き者に懐きやすいという性質があるので、
圧倒的な力の強さを示せば、いつか音を聞いてくれる時が訪れるであろう。イマージェンマンホール、なんか、すごい可愛いような気持ち悪いような。イマージェン、仲間のイマージェンは育成箱に入れて旅することになるが、入る数には限りがある。そんな時イマージェンを預かってくれるのがイマージェンマンホールだ。すべての街と時には迷宮の中などにもある。またマンホールは異次元に通じており、そこでは新たな出会いがあるかもしれない。育成カゴ。かわいい。こんな、じいさんがガリピオに。かわいいな。イマージェンを仲間にしたら育成カゴに入れて育てよう。イマージェンは普段は小さくなって、このカゴに入ることになる。カゴの中は彼らにとって非常に快適にできており、おやつをあげたり、撫でて育て、あげたりと、何時が愛情を持って世話をすることで、イマージェンはさらに心地よく過ごし、様々な能力を向上させることができる。育成カゴで実際にイマージェンに接してみればわかるが、イマージェンの生態、性質はそれぞれ大きく異なっている。性格がのんびりしているイマージェンもいれば、元から気性が激しく、手なし続けることが難しいイマージェンもいる。しかし、どんな暴れん坊であっても、根気強く愛情を持って育てていれば、おのずと心を開いてくれるはずだ。このイマージェンシステムもさ、すごい好きなんだけど、このカゴの中がさ、もうちょっとなんていうの？イマージェンが自由に動き回れるカゴ？ぽくなんかなってたら、楽しかったなと思って。こう、棒立ちの、でちょっと動くぐらいの動きしか見れないじゃないですか。じゃなくてもっと寝てるとことか、食べてるとことか、遊んでるとことか、なんか、そういうとこも見たかったなと思って、イマージェンの。お、かわいいのいるじゃねえか、ここに進化の。進化ね。イマージェンは戦いの中で経験を積むと特殊な技を覚える。様々な技があるが、どの技を覚えるかはイマージェンによって違う。また経験が一定以上になった時に成長に必要なドロップを上げると姿や特性が変わる。このことを進化と呼ぶ。進化すればするほど強くなり、第二段階の進化までは同じ種類のイマージェンであれば同じように成長するが、第三段階は2種類のうちどちらかになる。どういう進化をたどるか楽しみにしてもいいし、自分でその秘密を調べるのも一興だろう。いやー、飛べるだ、可愛いなー、これマジで可愛いわー。どっちも可愛いもんなー。ボイスしたいなー、二の国。ソウル。戦いにおいて魔物はソウルという不思議な玉を落とすことがある。ソウルにはいくつかのタイプがあり、それぞれに効果が違う。例えば緑色のソウルを拾うと失った体力が回復され、青いソウルを拾うと魔法力が回復される。しかし中には逆に体力を失ってしまう危険なものもあるので見極めが必要だ。へえ、体力を失って、それそういうシステムもあったってことかな。で、緑と青しか出てこないもんね、普段やってて。で、イマージェンブランド、この辺は説明だからいっか。あ、なんかいろいろある。そっか、眠りにくいとか、毒にかかりにくいとか、混乱になりにくいとか、そういう感じだったんだ。全然、分かってなかったな。ダブルブランドも、そんなにいない。ゼンラインかなんかがなんか、ダブルだった気もするけど、かなりレアですよね、ダブルブランドは。太陽の輝きは月をしのぎ、月のきらめきは星に勝り、星の瞬きは太陽を圧する。重なればその力際立たん。一羽の土星は天涯孤独。二羽の土星は王となり、太陽、月、星、皆は崖来。ただ、一羽の前に無力なり。魔物系か。炎を吐く竜、山より大きな巨人。世界には様々な魔物がいる。旅を続けるならば、魔物のことを知っておくに越したことはない。不意に襲われた時、深い知識がきっと汝を救うだろう。ただし魔物たちは日々成長し、
変化している。またこの本に全ての魔物が載っているわけではない。ぜひ自分の目で確かめてほしい。まあ、今はせん図鑑なみたいな感じですよね。この辺戦士系強い力を持つ歴世の強者たち、この辺はいいか。伝説の魔物ヌーシ、このヌーシ可愛くない？自然の世界を守る心優しき聖獣、森、泉、火山など強い自然の力が宿る場所にはその地を守る聖獣が存在する。普段は穏やかだが金域を怪我したりして怒らせると荒れ狂う。森の主は風の性質を宿すことが多いという。この主かわいいなぁ。でこっからそうだ、全部乗ってるんですけど、この辺はいいか。主とかそういうんだけ見ます。お、懐かしい。遥か昔から北の森を守ってきた聖獣。普段はのんびりとしていてとてもおとなしいが、一度怒らせると森が荒れ狂い、地を揺るがすほどの強烈な一撃で相手をねじ伏せてしまう。怖っ。獣系で、ウェールの大鹿。赤い森で雄たけびを上げる大鹿。モエールの森の泉のそばでは、時々変わった角を持つ大きな鹿に会えるという。この鹿が雄たけびを上げると、森中の獣が集まるとされ、森の侵入者は容赦なくまっすぐに攻撃してくる。確かにあんな角だった。映画森がシーパーとか続き、これ仲間にしたいよな。かわいいな。お、ホーンタウロスだ。うわうわうわ、こわこわこわ。強靭な体を使い敵をなぎ払う姿はまさに森の戦士。森を汚す侵入者を容赦なく攻撃する。その巨体から低い雄たけびを上げると森中のあらゆる獣が集まってくるという。水系私の好きな。海底から伸びる腕、虹とともに現れる怪物。ビッキーニには恐ろしい海の怪物の昔話がある。暗い夜の海で漁をしていると海面に虹が浮かんだ後、何本もの大きな腕が現れ、船を粉々にしてしまうという。うまく海へ逃げた者も、海底から現れた、たくさんの光に襲われ、その命を落としてしまうというものだ。なんだそりゃー。はぁー。さ、ゲロゲールのさ、キスミールがめっちゃ可愛くない？かわいい、イエーイ、イエーイ、かわいい。ナンバーワンだな。イエーイ、ナンバーワンだよ、私の中で。マジでかわいかったわ、これ。フラゲイル。こいつのことか、虹色の。確かに。虹色だ。透き通る体に色とりどりの光が、光の筋がうっとりするほどに美しい海の怪物。その姿に惹かれて、縄張りに迷い込むのを、もう、こう、飲み、迷い込むものを、大きな触手で囲い込み、餌食にするという。おぉ。かわいい。堀系。天空の覇者、クラフターのりが持つ、空の守り神？おぉ、これがそうなんだ。空の安全を祈る不思議な形の守りは、クラフターのりに大変人気がある。この守りは天空の町ヘイブンの巫女の操る魔物をかたどったものらしい。その姿はあくまで気高く優美で、大空を飛ぶ姿を見た者は幸運に恵まれるという。ホベルナーだ、かわいいな。セバとかナイトメア来た。さらに恐ろしい悪夢。トレビーのところで少しだけ触れたように、人の心の欠片を奪われたりなくしたりすると抜け殻人になる。抜け殻人は欠けた心を足してやれば本来のその人に戻るが、稀にさらに厄介な状態になることがある。抜け殻人になっている時にナイトメアと呼ばれる恐ろしいものに取り憑かれるのがそれだ。ナイトメアは正体不明の悪意に満ちた存在だ。欠けた心の隙間を埋めるので、
その時失っている心のバランスがさらに増幅された形で出てくる。取り憑かれた人は完全に自分を見失い、本来のその人とはかけ離れた状態になってしまう。一見姿形は変わらないので、親しい人も気づかないことが多いのが厄介だ。ナイトメアに取り憑かれた人を救うには、一度ナイトメアを追い出して正気に戻し、その上で欠けた心の欠片を渡してやる必要がある。これ怖かったね。魔物の弱点。あれこれあれだ、イノシカだ。こんなところにいたんだ、イノシカの絵。知識は力。魔物たちにも人間と同じように得意なものと不得意なものがあり、その生態はおおむね種族や系統によって決まっていると言われる。例えばイノシカという魔物は毒に弱い。へえ、この魔物は毒の攻撃を食らうとかなりの確率で毒状態になることが確認されている。一方機械系の魔物の多くは毒に耐性があるが雷に弱く、回路が不具合を起こし制御不能状態になってしまう弱点があるようだ。同じ種族であっても進化の過程で特定の性質に特化したために真逆の弱点を持った魔物もいる。ジャイファイアとジャイウォーターなどはその一例である。このように魔物の生態は多種多様である。魔物の生態を知り効果的な戦いをするのはなかなかに難しいが、そんな時は本性を活用し相手の弱点を探してみよう。魔物の弱点を知っていれば戦いを有利に進められるはずだ。もちろん全てにおいて無敵の力などは存在しない。ひどい知識と臨機応変な対処が魔法使いには必要なのである。うんうん。小人系。チューベル3世だって、すごい昔だ。小さくても猫には負けないネズミの王。ネズミと猫は永遠のライバル。体の大きな猫の方が有利と言われているが、この伝説のネズミの王は、その機転と素早さで、猫一族を散々からかったそうだ。特にお気に入りのいたずらは、自分の尻尾を使った猫釣り。たくさんの猫が巣穴に突っ込んだ、引っ込んだ王を追って、壁に激突したという。そんなことがあったんだ。あとボンがあるね。あ、キーマンって私これさ、あったことあったっけか。これめっちゃ可愛いなと思って。ほら。ほら、可愛くないですか？進化がもさ、可愛いんだよ。ドンキーとか。俺も次仲間にして回りたいな。可愛いもんね。機械系。動く石像。四本腕の守り手。ニエルデ砂漠の北東部にある精霊の神殿の奥には石でできた像がある。至って普通の石像なのだが、これが夜な夜な動く呪いの像だという噂がある。実際にしばしば暗闇の中で光る二つの目とうごめく四本の腕が修行中の魔法使いによって目撃されている。あいつかー、和風なやつかー。ポンポンメカもさー、いいなー。次ゼンダインじゃなくてポンポンメカとかなんか違う系統にしたいよな。超かわいい。でまんまずいやね。これこれ、バラゴスだ。わあ、すごいすごい。賢者を目指す者の心を見定め、その力を試すという最後の番人。石のように見えるが、人が近づくと目を覚まし、その巨体と四本の腕で豪快な攻撃を繰り出す。動き早。自然系。山よりも大きな巨人？デカロックの主。デカロックさんの山頂に山よりも大きな火の巨人が住むという。だが実際にこの巨人を目にすることができた者はほとんどいない。そもそもデカロックさんはたくさんの火山性魔物に阻まれ、頂上にたどり着くことすら難しいので当然かもしれないが、デボレ様だ。あ、そうそう、そういや、このさ、魔法大戦の、古の、魔法大戦の図でさ、なんか映像が流れてたやつ。あれ？流れなかったっけ？そうそう、こういうのやつ。これさ、
なんかこれ斎藤が映ってるんですけど、なんていうのかな、レアなイマージェンっていうか、それを教えてくれてるんだろうか。斎藤と、あれ、ウサギがいた。これはモーヤ大陸の方なんで、まんまジーヤですね。ほら、後から見るとわかるけど、これはめっちゃわかりにくいけど、デーボレ様ですね。多分デーボレもここでしか仲間にできないんだったと思います。うん。チケット手に入れちゃったから行かなかったけど。え、これは何だろう。そっか、ここにいるんだ、ジーヤ。ジーヤじゃなくて、キーマン。そうか。惜しかったなぁ。え、ここは、可愛らしい。可愛い、可愛い。可愛いね。とことこですね。こんなもんだったっけ？多分そんなもんなのかな。マグマドラン。デカロック山の山頂に住むという灼熱の主。燃え盛る体は相手の士気を歪ませ、さらにその雄たけびは大地さえも揺るがし、マグマを吹き上げる。わー、すごいすごいすごい。虫系。砂漠の大蛇。人が吸い込まれる砂漠。旅人たちの間で囁かれている噂がある。ニエルデ砂漠で人が消えるというのだ。砂漠の中にアリ地獄のような場所があり、気づかず歩くと吸い込まれてしまう。誰かが消えた後には、蛇が進んだような跡が残されるため、大蛇の巣とも呼ばれている。花鉢か。虫系はなんかそんなに、可愛いやつがいなかった気がすんだよな。ほら。ピクシー系は可愛いだろう。消えた中堅。サムラの町の昔話？大昔、サムラの町に住む少年が、可愛がっていた犬を探して、行方不明になるという悲しい出来事が起こった。サムラに伝えられる昔話によると、少年は氷の迷宮に迷い込み、今でも愛犬を探して、その中をさまよっているという。だからさっちのボス、犬だったんだ。ねえ、サンニャが超可愛いの見て、このゴロニャとか、絶対これも次育てたい。超可愛くないこれ。めちゃくちゃ可愛いんだけど。もう一周したい、マジで。マジでもう一周したい。やり足りない。グツグツも可愛いな、ベロベロって。アングレイクだ。伝説の魔導の忠実なる氷の番犬。大きな体の割にしなやかで素早い動きをし、すべてを凍らせる絶対零度の攻撃は、どんな相手であろうと翻弄されてしまう。すごい。で、竜系、伝説の魔物。湖の怪奇。死者の湖の巨大竜。死者の湖と呼ばれる世にも不吉な場所で、これほど、このほど不気味な怪物が目撃された。あるはずのない島が出現するとき、巨大な2匹の水流の頭が波間に見えるのだという？もしこの湖に見慣れない島を見てしまったら、速やかに逃げ出すことをおすすめする。絶対あれじゃん。デーブーじゃん、それ。木生えてたもんな、だって。あー、水流かわいいね、おい。ガリピオ。流系ってやっぱ強い感じするよね。水流も多分ね、強いんだよ。全然使えなかったけど。育てるだけ育てて。サイトも強いし。ジェムも流系だしさ、コモドランでしょ？ネルドランとか超かわいかったな。これも育てたかった。
で、謎系。真っ赤な謎？なんだこれ。北西の奇妙な生き物？ミド大陸の北西部で謎の真っ赤な生き物が目撃された。角があり、長い胴体には翼が生えているという。挿絵はこの奇妙な生物を目撃した、とある村の子供が描いたものである。この子はこの生き物に触ろうとした時に、やけどしてしまったと証言している？なんだこりゃ。角があり、長い胴体に翼。竜、普通の、あの、ドラゴンってことかな。のんけも可愛いなぁ。で、悪魔系。闇の中の光。鏡の中に見えたものは、ネカ大陸の古い王国に使える神官がある時姿を見せなくなった。最後にその姿が目撃されたのは新月の夜で、ろうそくを手に大広間の大きな鏡の前に立っていたという。だが不思議なことに、手にしていたろうそくは一本なのに、鏡には無数のろうそくと不気味な目と口が見えたという。ほー、ろうそくのあいつかなぁ。資料系。謎の幽霊戦艦。海をさまよう巨大な影。ある漁師が月明かりのもと海で漁をしていると、突然大きな影が辺りを覆い尽くし、振り向くと何もなかったはずの場所に目を向くほどの巨大な戦艦が現れていた。その戦艦は漁師の船を大砲で破壊した後、また音もなく消えていったという。船長。ナイスジョーク。ですよね。伝説系だ。あ、パンドラとか。伝説系か。光り輝く木。世界を見守る木の伝承。ある村に不思議な木の伝承が残っている。その木は世界のどこかで、二の国全土を見守っていて、時代の流れを光り輝く年輪に刻んでいるという。村では伝承について深く調べることは、神様の怒りに触れるとされ、禁じてきたが、数年前、とある冒険家が、この木の自生場所を特定したらしく、発見のために旅に出たというが、未だ戻ってきていないという。これは世界の中心ということでしょうか。あたたび荘。すごいな、にっこりとした怖いおばさんが。見てますけども。魔法使いの修行の旅に欠かせないのが、疲れを癒してくれる宿屋。マタタビ荘は全国の至るところで営業している宿屋のチェーンだ。チェーンとはいえ、店構えも街ごとに違うし、スパがあったりペンションになっていたりと、かなり個性がある。ただし一つだけ共通点が、この宿を訪れた際には遠目に見ると猫の耳のように見える。不思議な髪型をした天使がいつでも優しく迎えてくれるだろう。怖い、あの笑顔。不思議な夢。タダビソに泊まった客の間で交わされる昔話、噂話に不思議な夢を見るというものがある。覚めた時には夢の内容など全く記憶がないそうなので、この噂自体も怪しいものだが、なぜか夢の世界のスケッチという題が付けられた特定の絵が掛けられた部屋でのみ、その夢を見ることがあるそうだ。おー、不思議だ。で、伝説の物語。いにしえより伝わる物語をここに記す。よく覚え、次の世代へと語り継ぐべし。真実は不変のようでいて日々変わる。で、伝説の物語は、すいません、ここでちょっと読まないで、別で読んで動画にあげようかなと、ちょっと思っております。はい。ので、はい、すいません。この辺もなんか、多分いろいろ意味があるんだろうな。これあれだ。魔導とバロンとかだよね。あー、ラピュタかっていう、これ。面白いな。
これが女王か？いろいろよく見たら楽しそうだな。結構あるな、伝説の物語結構量あるな、これ。大丈夫かな私。いろいろな地方目を見張り歩み、そして感じるのだ、汝を取り巻くこの世界を。過ぎちゃった。あ、拡大するとそうなのね。ミド大陸、この辺白いのは何か。ハブルツさんのちゃんとあれだ、アジトが記されているよ。ちゃんとこれに宝の場所が書いてあるという素晴らしい。うん、ロネー王国、こういうのだけ読もうかな。すごい、こうやって見ると猫の王が統治する緑豊かでのどかな王国、猫の王が統治する自然に囲まれた王国、気候は温暖で北の森から続く緑の美しい景色が楽しめる。とりわけ王都ゴロネールの周辺の草原地帯は一見の価値あり。代々の王もそうだが、この国には猫人と呼ばれる人々がいて、人間と仲良く共存している。一年中過ごしやすい気候のためか、大国の割にのんびりした雰囲気がある旅で疲れた心をきっと癒してくれるだろう。まさにゴロネールこれニャンダル11世なんだ。特産品花蜂の蜜、気質おおらかだが優柔不断。お祭り、お昼寝祭り、尻尾相撲大会いいですねこれ。ゴロネールの歴史、いつでも穏やかのんきそうなこの国の人々だが、決して共存できない種族がある。ネズミ族との争いは数百年にわたって続き、近年ついに猫が勝利を収めた。だが敗れたネズミの一族は今もどこかに潜み、復讐の時を待っているという。お土産とか。ゴロネールの挨拶、花タッチ猫人の挨拶は一風変わっている。出会った人に顔を近づけ、鼻と鼻をタッチさせるのだ。この挨拶は親愛を示すもので、猫人たちは仲間同士のスキンシップを大切にしている。猫人から鼻タッチで挨拶をされたら、ヒゲがくすぐったくてもちょっとの間我慢してあげよう待ち合わせ場所ニャンダール広場。楽しい。これ美濃大陸南部地方ですね。アバナシアの方ね、ババナシア王国。大きい。こうやって見ると年々豊かになっていく砂漠のオアシス。広大な砂漠の真ん中に忽然と姿を現す美しいオアシスは巨大王国ババナシアの首都。名物のババナの木が生い茂り、ミルクの泉はこんこんと湧き出す。この町を初めて訪れた者はそのあまりの美しさに目を見張るという。代々女王が統治する土地柄で、その影響か、しばしば女性の方が立場が強いことがある。わっ、ババナシア女王だ。そんな太ってないババナ祭りとか参加したかったんだけど、オアシスリレーとか地獄だなあ、ババナシアの歴史来た。砂漠の小さなオアシスに過ぎなかったこの町に、ある時旅の賢者がミルクの泉を与えた。人々はそのミルクを使って植物の品種改良に取り組み、世界三大美食品の一つババナが生まれたこの国の現在の繁栄があるのは、賢者による奇跡と国民の長い年月にわたる努力の賜物なのだ。ほー、ババナパフェ、チョコババナ。ババナシアの人々、音楽を愛する民。砂漠の旅、ババナシアの人々は歌と踊り、音楽をこよなく愛す。もしババナシアの人に誘われたら一緒に歌を歌ってみよう。きっとたちまち仲良くなれるはずだ。ミルクの泉でもあれちょっと不衛生だよな面白い。ビッキーニ、漁も交易も盛んな活気あふれる港町。
ババナシア王国に属する港町ビッキーニ、ババナシアの特産品のババナの交易とフライングボート漁で栄える賑やかな町だ。ここを訪れた旅人は初めはその乱暴さに戸惑うが、最後には立ち去りがたくなるという。荒っぽいが気は優しい。漁業魚、ホタルエビ、フライングボートレースとか見たかったし参加したかったな。露天商が賑わっている。時に思いもよらない掘り出し物が見つかったり、ただ同然の使えないナメが売られていたりすることもあるのでよく見て買い物をする必要がある。精霊の神殿も載ってる。ニエルデ砂漠北東には精霊の神殿と呼ばれる神殿がある。もともとは賢者を育てるために建てられたもので、石でできた恐ろしい魔物がここを守っている。知恵と友情の試練をくぐり抜けると三つ目の試練が受けられ、それらの難関を超えた者だけが賢者の資質があると認められるという。イマージェン仙人、これさ、なんか右がメインだよなこれなんかな。精霊の神殿を訪れると、遥か昔から神殿に住んでいるという一人の仙人とその弟子に出会えるだろう。これさ、どっからどう見ても右が弟子なんだけど、この仙人はイマージェン仙人と呼ばれ、イマージェンを扱うための奥義や知識を授けてくれるという、いわば賢者たちの師である。戦いで強くなりたければ彼らを訪ねてみるといい。オレール海岸、船の墓場と呼ばれ、次々と船が難破する不気味な場所、それがトレール海岸だ。しかも座礁した船の積み荷を狙ってよからぬ人々が新たな船でやってきては、さらに沈没するという悪循環になっている助かった人の話では、船が沈む直前に謎の光を見たというが、原因は明らかにされていない。ナーケルナット遺跡、かつて栄えた砂漠の国ナーケルナット王国の神殿の遺跡。なぜか誰もいないのに夜な夜な女がすすり泣く声が聞こえるという噂の原因だろうか。巨大な迷宮には泣く女と呼ばれる石像があるそうだ。へえ。石の文化、旅の途中モニューと呼ばれる不思議な石碑は見たことはないだろうか。モニューは古代の人々が残してくれた貴重な遺産で、旅人の思い出を記録し、疲れや病気、体の異常すら癒してくれる、とても便利なものだ。いわゆる魔法時代の前期は、石を多く使った文化が特徴で、魔法石器時代とも呼ばれる。その当時の人々は、石の神秘性を発見し、石板や像に知識を蓄えたり、巨大な石を軽々と運ぶ魔法などを生み出したことで、高度な文明を発達させた。知識や記憶を蓄える石板は、メモリーストーンというが、長い年月のうちに自ら意志を持ち、動いたり喋ったりするものも現れた。ストーン先生、こうした意志は豊富な魔法の知識を持っているが、おだてに弱いことが多いと言われているので、きちんと敬う姿勢を見せよう。喜んで素晴らしい知恵を与えてくれることだろう。ストーン先生、完全に忘れてたな。都市の守り、歴史のある大都市は大抵石造りだが、単に頑丈というだけでなく、魔法をかけることでさらに守りを固めている。そういった魔法都市や塔、洞窟などを生命を吹き込まれた石が守っていることがある。滅びてしまった国や見捨てられた建物には、今でも与えられた使命を守り続けようとする悲しい石たちがいるという。石碑のことか。全部終わって読む感じで本当に良かったかも。メカ大陸にじゃあ行きましょう。こう見るとすごい暗いとこだったけど、街は良かったですよね。ローグ帝国、かっこいいなー。これ技術と魔力を融合させた魔法科学都市。レカ大陸の南部に位置する大陸最大の都市。ローグは代々皇帝が治めている巨大帝国だ。この国の最大の特徴は、魔法の力が弱い人でも便利に暮らせるよう科学と魔法を融合させたところだろう。都市も開発が進んでいる。街の中には大きな道路が走り、機械を動かすため吹き上がる煙のせいで空は曇っていることが多いという。はあ、そのせいで暗いんだあの辺って。お、ブヒーデン皇帝、
涼しい、いい、過ごしやすそうですね。皇帝のパレードが有名。トリュフ探し競争。気になる。国を挙げての研究。研究熱心な人が多く、自衛の意識が高いヴォーグ帝国では、国を挙げて様々な魔法科学技術が開発されている。すべては極秘に研究が進められているので、あまり表には出てこないが、イベリー工具と呼ばれる戦車のような軍事技術は、他国よりはるかに発達している。命名がすごいよな。黒トリュフ美味しそうだな。皇帝の食卓には毎食昇るという。ラースめ。皇帝パレード。伝統的に行われているパレード。皇帝が大通りを進むのだが、この時に乗る乗り物は、その時点での最高技術を使ったものであると言われる。へぇ。道具の名物、豚でいいのか、これ。意外なことに防具では、昔から豚が多く飼われている。全然意外じゃない。この豚を使って取るのが名物の、この豚を使って取るのが名物の黒トリュフなんだ。ただし、防具の豚というのは、研究ばかりしていて、外見にこだわらないという悪口とされているので気をつけよう。そっか。で、その他の島、あ、これは、サムラの方と氷河島の方と、みんな大好き、大きに島ですね。この、あ、かわいいな、この、形も。田村。お前よかったね、すごい。雪と氷に閉ざされた極寒の町。サムラは氷河島の中心から少し南にある町。常に厳しい寒さにさらされているが、時折見えるオーロラの美しさは格別だという。寒さや凶暴な魔物から守るため、町全体を壁で囲んでいる。確かに。アイス鍋だ。そうだ。雪だるま祭りとか絶対可愛いだろう。大氷河穴、サムラの長。過去が見えるという伝説が、サムラに伝えられている不思議な洞窟。そう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 。これ見ましたね。で、道頓堀。なんだろう、このイラストだけ見るとすごい不気味に見えちゃうね。タコが。深い森林の奥にある妖精の村。道頓堀は大国島の真ん中にある不思議な村だ。大小様々なタイプの妖精たちが暮らしており、暗い森に不釣り合いな笑い声と、食欲をそそる甘いソースの香りに包まれている。暑いが木陰は涼しい。道頓焼きっていうなんだ。陽気で人情味があるな。爆笑祭。あ、口の中だな。妖精たちが芸を競い合うための劇場。一日三回公演で日頃の練習の成果を観客たちに披露している。笑いの神が降りてきた芸人には大いなる祝福があるという。なんだそりゃ。で、二の国の隠れ森か。森人の話ね。二の国をくまなく歩いていると、地図にはない隠れ森を発見できるだろう。そこには森人と呼ばれる人々が暮らし、森は魔の者の手から守護している。森と森人は密接に関わり合い、独自の文化を築いているのだ。そのため二の国の隠れ森は森人の森と呼ばれることもある。不思議な森の人々。森人たちは動植物と言葉を交わすことができるらしい。森人独特の言葉の訛りは、動植物との会話に適応した証なのだ。また森人は暑さ寒さにとても強く、その辛抱強さは、つながら揺るがない大樹、大樹のようだ。でもあれ寒そうだったけどね。氷河島の方とか。ヘイプン。ここも行ってみたかった。見て、この絵見ただけでワクワクする。天空に浮かぶ神秘の街。ヘイブンは魔法の力が発達した街だ。大地からニョキニョキと伸びた高い岩の柱の遥かてっぺんにあり、そこの最も上空に位置する場所に君臨する恐ろしい力を持った巫女が、未来を予言しては人々に告げるという。一年中暖かい。特産品ふわふわ綿飴。へぇー、クラフターレース。ヘイブンの巫女。竜の住む洞窟？ヘイブンの近くにある洞窟。巫女の使いである竜が住むと言われ、近寄ることは禁じられている。竜ってそうなんだ。ヘブルチさんの使ってる竜だよね。一
地の国という世界、今ではあまり知られていない世界。この世界とは異なる一の国と呼ばれる世界がある。今ではゲートの魔法を使える者しか行けないため、旅立つ者はあまり多くないが、魔法が使えないはずの人がなぜか突然移動 してしまうことがあり、運よく戻ってきた人の話が伝えられている。そういや妖精も一匹迷い込んでましたからね。共通しているのは皆一様に奇妙なものを見てきたということだ。そして必ず変わった服を着ていると言われること。ある人がお土産にもらったのは、かけると全ての景色が真っ黒に見えるメガネという何の役に立つかわからない代物だった。また時には自分とそっくりな人を見かけるということもあるという。20年ほど前、ビッキニのある老人が地面に走る長い蛇を見たと日記に記している。蛇はもくもくと煙を吐きながら細い道のようなものの上を走って去ってそうだ。恐ろしいことに、その蛇の腹には大量の人が、しかも自分とそっくりな姿の男までも飲み込まれていた。老人は不吉な光景を目にして死を覚悟したが、その後も大いに長生きしたという。はぁ、あ、ヘビになっちゃったよ、電車が。そして幻の大地、深い霧と厚い雲で包まれ、決して立ち入れない幻の大地が世界のどこかにあるという。伝説によると、ここにはかつて繁栄を極めた国があったと言われているが、その真偽は定かではない。この地にたどり着く方法は謎に包まれている。噂では1年に1度だけ訪れる霧が晴れる日を待つしかないとも、毒止めと呼ばれる大嵐からたまたま振り落とされるしかないとも言われているが、いずれも正確ではない。霧を晴らす方法は自ら見つけ出してほしい。手記のおじさん、毒止めで行っちゃったってことかな。それ以外考えられないよね。せーで、アストラム語というわけで、これで全部になりますかね。長くなりましたが、いやー楽しかった。これ読んでるだけで、鬼の国普通にこうさらっと冒険するだけでも世界観というかすごくやっぱり楽しかったんですけども、これ読むとやっぱりかなり作り込まれてて、こうよりファンタジーを感じるというか、すごくねワクワクする世界観でしたね。楽しかったです。本当もうね、リマスター版いつやろう。やる気満々なんだけど、違うイマージン連れてもう一度この世界冒険したいなとも思ってます。はい。とあと、あの二の国2が出てるんですけど、私あっちはまだプレイできていないので、ぜひちょっとこれはプレイしたいですね。はい。ではでは、ちょっと長々となりましたが、ここで二の国のおまけ一旦終わりというわけで、ここで完結といたします。はい。最後まで本当に長くなりましたが、見てくださいましてありがとうございました。またちょっと、まあいつかわかんないんですけども、伝説の物語は読んでいこうかなと思っておりますので、その時は見ていただけると嬉しいです。ではでは、また次の、なんだろうな、世界で、ジブリの世界でお会いしましょう。以上、レオでした。最後までご視聴ありがとうございました。